JFL から成り上がり小池竜太日本代表初選出この動画では日本代表に選出された小池竜太選手の生い立ちについて紹介します是非最後までご視聴よろしくお願いします小池選手は兄の影響で5歳からサッカーを始め小学生に入学してからは地元の小学校チームである松ヶ谷 FC に入団小学5年生時には 東京武蔵野ユナイテッド FC に入団し2年間過ごしています2008年の中学進学時に親元を離れ JFA アカデミー福島の入校テストに合格し3期生として入校同期にはジュビロ磐田に在籍する金子翔太選手がいます高校2年生まではミッドフィルダーとして攻撃的なポジションを任されていましたが高校3年生の時にサイドバックにコンバートされています 高校卒業時に J リーグクラブからのオファーはなく JFL に参戦するレノファ山口へ入団入団1年目から当時チーム最年少ながら17試合に先発出場するなどしレノファ山口の J3 リーグ参入に貢献翌年は背番号も一桁となりレギュラーポジションを獲得して初得点も記録レノファ山口の J2 リーグ昇格後の2016年シーズンは 全試合に出場を果たし3得点をマークしました2016年11月22日柏レーソルへ完全移籍 JFL からわずか4年で JFLJ3J2J1 と毎年ディビジョンをステップアップさせ2018年にはアジアチャンピオンズリーグにも出場しています柏レーソルでも右サイドバックとして右サイドハーフの伊藤淳也選手とともに 相手チームの脅威になりました。2019年8月8日ベルギーのスポルティングロケレンへ完全移籍しかし所属していたロケレンが2020年に裁判所から破産宣告を受け FIFA からの特例で期間外の移籍が可能になったため同僚の天野純選手と共に横浜 F ・マリノスへ完全移籍しました横浜 F ・マリノスでは本職の右サイドバックだけではなく 左サイドバックやボランチもこなして存在感を発揮しています小池選手はポルティモネンセ所属の中島翔也選手とは母方のいとこの関係にあります JFL から成り上がった小池龍太選手日本代表に定着できることを期待しています以上、リッパーのサッカーチャンネルでした